クラブであり、総合スポーツクラブのエクアテネの一部である。クラブ名のエクは、シータラムダイイタタウヨタカッパ、ニューオメガシグマヨタ、オメガニューシグマタウアルファニュータウヨタニュー、ウプシロンパイラムダイプシロンオメガの略。ギリシャスーパーリーグで常に優勝争いに絡む、オリンピアコス、パナシナイコスと並ぶギリシャを代表する、競合チーム。タイトル獲得数こそ、オリンピアコスに劣るものの、 リーグ優勝12回、カップ優勝15回の経験を有する。1924年4月13日、木戸戦争の後に、イスタンブールからギリシャに移ってきたギリシャ人たちによって設立された。このため、チームのエンブレムはかつて、コンスタンティノープルを首都としていた東、ローマ帝国末期の国章、相当の和紙をモチーフにしている。 2002から03シーズンは CL でグループリーグ敗退に終わったもののマドリー、ローマ相手にドローを演じるなど6試合を得て無敗と健闘を見せた。2007から08シーズンは首位争いを演じたオリンピアコスの勝ち点をめぐり優勝は法廷争いにまで持ち越されたがエクは敗訴し任意が確定した。2012から13シーズンは 外国人選手を大量放出し、国内選手中心としたチーム編成が、裏目となり、開幕から低迷を続けた。2013年4月14日に行われた、パンスラキコス FC 戦では、終了間際にゴールを奪われたことに腹を立てた、サポーターが暴動を起こし、試合が中断。後日、没収試合となるとともに、 三ポイントの勝ち点減点処分も下された。その結果、残留圏内と五ポイント差となり、クラブ史上初の降格が決定した。本来であれば二部である、ギリシャフットボールリーグに降格するところであるが、クラブの財政面の問題から、二階級降格となり、2013から14シーズンは、ギリシャフットボールリーグにに降格となった。 三部からの再出発となった2013から14シーズンは23勝3分いっぱいの成績を収め二部に昇格。続く2014から15シーズンも22勝に分けて優勝を果たし、最短の2年でトップリーグへと復帰を果たした。一部復帰の2015から16シーズンにはカップ戦を制覇し、 2017から18シーズンは24年ぶり12度目となるギリシャスーパーリーグ制覇を果たしオリンピアコスのリーグ8連覇を阻止した。ナシバルカス1ブラニエシュ21オイコノム4、チグリンスキー19バカキスにシモンウェス8、マンタロス20クルスティチチロクロペス3リバヤ、10オリベーラ18中、選手の国籍表記はフィファの定めた代表資格ルールに基づく。 中、選手の国籍表記は、FIFA の定めた、代表資格ルールに基づく。フランティシェク・ファドル・ホンツ、ドゥシャンバ・イエビッチ・フェルナンド・サントス・マノーロ・ヒメネス、オアカ・オフィシャル・ウェブサイト。2011年7月19日時点のオリジナルより、アーカイブ。2011年7月14日閲覧。パイ・オミクロン・ラムダ・プサイ、シグマ・タウ・イータ・ニュー・ニュー・オメガ・シグマ・イータ・ファイ、ラムダ・オメガ・ニュー。 タウ45%タウオメガニューミューイプシロンタウ、カイニュータウイータパイ。エク、ライブ、グレーン、2017年1月4日閲覧。イプシロンガンマアルファーラムダミュータウカイ、タウイタパイガンマイオタニューイプシロンパイラムダ、ニューカッパーアルファイオタイプシロンパイ、シグマイタミューアルファータウ、シグマオメガミューアルファータウイプシロン、ニューオメガシグマイタファイラムダオメガニュー。 インウォーシー、グレーン、2015年2月9日閲覧。エクアテネが、ギリシャスーパーリーグ優勝。 24年ぶり12度目、サッカーキング2018年5月6日へ http コロンスラッシュスラッシュ www.worldfootbal.net スラッシュウィナースラッシュ gre-supercup スラッシュ勝ち点1が剥奪勝ち点1を剥奪勝ち点1を剥奪勝ち点3が剥奪ありがとうございます